ショー TV。 こんにちは、ショーです。ショー TV ビッグマーチ佐野天編、久しぶりの収録実践ですね。1ヶ月2ヶ月ぐらいいたかな、久々なんですけども、例によって時々をですね打てこうじゃないかという感じでございます。僕が最後2ヶ月前くらいか来た時に、時々増大するというようなインフォメーションがですね店内にあったんですけど、もう1列増大されまして、今までワンボックスだったところがワンボックスさらにもう一島という感じで、いかにですねやっぱ置き時が大事な機会かというところをですね垣間見えるという感じなんですけども、ただ今年入ってからですね、この年末までに新規純喜まあまあ出てたじゃないですか、まあ、修羅に始まり、あと窓マギ2であるとか、あとモンハン、大きいところで言うと、でどれもかもやっぱり正直あんまり良くなかったんですよね。あんまり良くなかったっていうか、ものによってはもう全然ダメというような感じで、やっぱもう既存機種でジャグラーであったり、ハナハナであったり、ポキドキであったり、まあ、ATRT ホームで言ってたから、まあ、絆であったり、まあ、ゴッドであったりっていうところをやっぱ中心にですね打っていくに越したことないんじゃないかっていう流れで2016年動いてたんですけども、ここに来てですね、まあ、ポセイドン、それから本当今週先週だっけ導入された番長3ですよね、がやっぱり今すごいいい稼働してるとっていうところで、ちょっとずつですねなんか風向き変わってきてるなっていう感じなんですけども、そこはブレずにおきどき打ちます今日も。はいね、そう、そのあたり入ってきた兼ね合いで、意外とその朝からですねおきどきをこう整体して、前のめりになって打つ機会っていうのが実はちょっとずつやっぱ僕も個人的に減ってきてたんで、まあまあいい機会だろうってことでね、おきどきでちょっと一山引っ張ってこようじゃないかという感じです。ちょっとね間が空きましたけども、なんとかいい結果出せるように頑張ってまいります。実践行ってきます。はい、こんにちは、カニ歩き動けるうちは、今日土曜日なんだよね、どうせもうすぐいっぱいになっちゃうから、ちょっと朝焦った方がいいね。よってまあ前日だと思っていいと思うんで、とりあえずまあチャンスモードスタートの台を拾うとこから始めようじゃないかという感じなんですけど、いや80約90ゲームね、89ゲーム回して当たらずということですんで、あと90ゲームだね。はい、よし、移動しよう。はい、2台目00からいきます。が2000枚ぐらいプラスで、昨日がトントンぐらい、回数は少なめな方。よし、どう84ゲーム回しました。ちょっと若干早いんだけど、はい、一応チャンスモード出ないっていう意味ではもうこれ最後だね。うわ、そういうことする、レアルならこれはいただきます。
ダメよね、ダメよねっていうかね、ほら朝42ゲームだった台が63ゲームで開いちゃいました。これはちょっとね、喜んで打たせてもらいます。渡りに船、ちょっとだいぶね、朝のチャンスモード狙いが滑りましたんで、どうしたもんかなと思ったところで、いや、よかった、これでとりあえずイカ当たるまでやりますんで、ってか上がるまでやりますんで、ね、進むべき道がね、ちょっと開けたよ。結構ね、でも実際いますよね、その本当朝チャンスモード一発引っ掛けて、でそこでまあ上がらなかったらやめとっていうぐらいな、まあ、ドライだっていうかね、もうピンポイント的な打ち方する人もやっぱ最近多いですよね。じゃあチャンスモードっつって、そこから上がるまでっつっていう流れで打ち続けて、実際痛い目見ることもあるんで、まあ、リスクヘッジを優先するって意味では、じゃあもうそういう、ね、本当ピンポイント的な打ち方も、まあ、ありっちゃありなのかなと、ね、まあ、上がればラッキー、上がんなかったらまあしょうがないって割り切っちゃうね、立ち回りっていうの、まあ、個人的には、ね、まあ、通常ビートに期待できるっていう状況だったら、まあ、基本的には上がるまで打つんですけど、まあ、それでもね、本当に聞いとくなぐらい上がんなかったり当たんなかったりすることがあるんでね。OK、 全部で12,000円、これで上がりはもう完璧だよね、ある意味ね。ちょっと設定運動話するの早いんだけど、まあ、とりあえず当たりは、ね、普通に取れてる台なんで、あとだからとりあえずあと取れるだね、まあ、ね、結局やっぱそこがついてこないとね、半信半疑のままなんでね、どんだけ初当たり取ってても、ウェイトとしては初当たり3に対して途中出る7ぐらいのね、ウェイトかなと個人的には思ってます。6473、65% と 35% ぐらいかな、73のちょっと言い過ぎな気がする。はい、早速大事な場面ね、ここで上がって初めて通常 B 狙い成功ってことになるんでね、ニューゲーム、はい、ラスト、はい、上がらず、きた、70、いいんじゃない、でも持ち玉これで上がれば出て OK、先の単発は許します。さあ、こうだぞ。
みでね、2回も3回も単発食らってるようじゃね、どうやっても書けないからね。やりやがったな。あ、危ない。終わった。やりやがったと思った。失礼しました。14ゲーム。よし。いや、うまくいった。ここで喜んでちゃまあしょうがないんだけど。共通ベルがまだ1回しか打ってないんでね、打ち続ける、あ、くれた、オッケー、打ち続けるんだとしたら、ここやっぱある程度、ね、形にしてはないと、この先どうなるか分かったもんじゃないからね、まあまあ、いいです、いいです。お願いよ。遅れた。まあまあ今のところ順調。今ので5連615枚だからね、2回目。抜けたか。トントンなんだよね、ぶっちゃけ。はい、ラスト。ちょっと一瞬周り見ようか。ちょろっと連チャンしてやめてた台か。よし、とりあえずまあまだ偶数か奇数か分かんないんで、引き戻しで、ね、一応確認しよう。濃厚で、共通レベル2回だからね、ちょっと続けると若干勇気がいる状況になってたら、
したらこっからしばらくはもうちょっと運勝負だね。これもうあと持ち玉でほどの400枚ちょっとぐらいかですんで、ね、ボロボロって当たってくれればいいんだけど、そうでもないと一ハマりでむしろ当たり取る前に全部飲まれちゃったりなんていうことも普通にあるからね。とりあえず移動は移動。